皆さんこんにちは。今日ご紹介いたしますのは、レッドマップルからリリースされておりますカープレイ AI ボックス、こちらのご紹介を今日はいたします。私のチャンネルでは様々な AI ボックスをご紹介しているんですけれども、定点観測によって各々の AI ボックスの特徴についてを発信しておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になってみてください。今回ご紹介する内容は、私が実際使ってみてこれは良かったなと思う注目ポイントについてご紹介をいたします。まず本体の方をお見せしたいと思います。こちらがレッドマップルのカープレイ AI ボックス本体になっております。で、今回私はノアボクシーに搭載しておりまして、ここ携帯置き場になるんですけれども、ちょうどぴったりと収まるサイズになっております。かつこちら私も気に入っているんですけれども、ピアノブラックの塗装になっておりまして、非常にシンプルで綺麗、かつ余計な文字も入っていませんので、美観を損なわない、そういったデザインになっています。さらにこちら見ていただくと、私も気に入っているんですが、黒に対してこうシルバー塗装になっておりますので、非常にシックなデザイン、誰が見てもこう飽きのこない嫌味のないデザインにまとまってて、かつ四角形になっておりますので、しっくりくるデザインになっているかと思います。で、こちらは SIM と TF カードが入れられるようになっております。こちらに関しては USB-C が入っております。左右パイロットランプがついておりまして、今この状態で正常に作動しているといった状態になっております。一点お伝えしておくのは、最近の AI ボックスは CPU が非常に大きくなっております。で、このAI ボックスもそうなんですけれども、新しく出ているほとんどの AI ボックスはそうなんですけれども、こちら、クアロコムのスナップドラゴンという CPU を搭載しております。こちらの CPU は周波数が 1.8GHz の、で、4GB RAM で 64GB の ROM ということなんで、まあ、これも非常にハイパフォーマンスな CPU が搭載されております。で、それによって、非常にサクサクとストレスなく動いてくれるというのが大きな特徴になってくるわけなんですけれども、ただし消費電力が非常に高くなってしまいますので、給電ケーブルが必要になる場合というのがあります。で、給電ケーブルを使用しないとナビに接続しても作動しないといった、まあそういったことがありますので、映らない場合は給電ケーブル、Y 字型の給電ケーブルを使っていただければと思います。詳細は概要欄の方に貼っておきます。それでは使ってよかったなという項目について今回ご紹介をしていきたいと思います。まず今これタップしてパッと出てきたわけなんですけれども、携帯電話でも使えるようにされている方いらっしゃると思うんですけれども、これによって操作性が非常にやりやすい、直感的な操作性を兼ね備えているというのが一つ大きな注目ポイント。私も使ってすごくいいなって思ったところになります。まあこれによって新しい、まあ初めてまあこういうものをまあ使われた時に、まあどういった操作をしたらいいのかっていうのが分かりにくかったりすると思うわけなんですけれども、これはもう直感的に今何をやりたいのかっていうことを人間の感覚とこの操作とがしっかりとこうマッチしている。例えばホーム画面に戻りたいと思うんであれば、ここの家のボタンを押せばいいですし、あともう一つはこちら純正ナビに戻りたい場合は、この車のボタンを押せばいいと。それから二分割にしたいという場合ですと、ここのボタンを押せば二分割に、今これまた一分割に戻りましたけど、さらにまた二分割にしたいなっていうこう思いがあった時には、ここのボタンを押せば、こんな感じで非常に直感的に簡単に操作することができると、まあ、いうことで、これは以前私が紹介いたしましたカーリンキット、あれも非常に使いやすいオットキャストだったんですけれども、まあ、それに似たものになっています。まずそれが一つ、非常に操作性が直感的であるというのが一つ注目ポイントになります。で、二つ目なんですけれども、こちらになります。何度も紹介しているんですけれども、一度こちらパワーボタンをオフにいたします。ノアボクシーですと、このディスプレイオーディオがどうしてもこう、黒くなっているので、止めた時にこう指紋が非常につきやすくて、非常にこう見にくいと。で、美観も損なうっていうのがあるんですけれども、まあそれはさておきまして、
もう一度パワーボタンを押します。起動速度についてもう何度も私動画で言及しているんですけれども、まあこちらも見ていただければと思います。でちなみにこちらの方も今回もトヨタのノアボクシ車内 Wi-Fi ついておりますので、トヨタの車内 Wi-Fi を使ってこちら使用の方を行っております。はい、もう見てお分かりいただく通りでハンズフリーで操作ができるということになります。でこちらのレッドマップルの AI ボックスももう何もせずともこうハンズフリーでつながってくれる、かつはい、Wi-Fi も特に何も設定をいじらずともつながるということなので、もう設定するのがめんどくさいと、でわざわざこう探したりするの面倒だと思います。でもそういったことをいちいちやらずとももう待ってるだけでつながってくれるということなので、もうそこはもう非常に使いやすい、誰でも使いやすいと思う注目ポイントになってくるかと思います。それが二つ目になります。で三つ目になります。で三つ目は何と言いましても、今閉じましたが、閉じて開きましたけれども、こちら最近私動画だけじゃなくてこういったテキストページを見たりする機会も増えてきております。また最近ブログもだいぶ見直されてきておりまして、まあ YouTube を見るのもいいんですけれども、より細かな情報を見たいと知りたいという方にとっては、やはりこのブログっていうのはこれからやっぱりなくてはならないものじゃないかなと私自身も思ってるわけなんですけれども、まあ私もこのラブーンブログの方で記事や動画等を上げさせていただいているんですけれども、まあ、こういった動画を撮るときなんかも、すべてこう頭に入ってるわけではないので、こういったコンテンツを新たにこう知りたいなというときがあります。で、以前紹介した HDR362GW というラブンチャンネルで紹介しているコムテックの日本製のドラレコなんですけれども、まあ、こういったコンテンツをまあ見たいと、ちょっと確認したいということがあると思います。そういったときに、これメモリ機能がついているということになります。先ほど電源をオフにしてまたオンにして、で、クロームを立ち上げたわけなんですけれども、しっかりとこういうふうにキャッシュが残っているということになります。まあこういうところも非常に使いやすいポイントになってくるかと思います。やはりキャッシュが残ってないとなると、またいちいち叩き直さなきゃいけない。またこうやってホーム画面に戻って叩き直さなきゃいけないっていうことがあるわけなんですけれども、はい。今ちょっと私戻るとこどうやって戻ったらいいんだろうなって思ったわけなんですけど、ちゃんとそういった時も、こういった直感的に、この、ここを押せば良さそうだねっていう直感的なこの操作感。まあこういうところがすごくいいなと思うところなわけなんですけれども、まあこんな感じでキャッシュがしっかりと残ってくれるので、いちいち叩き直す必要がないというところです。まあそこも非常に便利なところですし、注目できる三つ目のポイントになってくるかと思います。はい。それでは4つ目になります。4つ目は、まず例えば YouTube を立ち上げます。で、2分割にしたいよと、まあ、いうことで、ここを押します。そうしますと、まあ、例えば先ほどのブログでもいいんですけれども、まあ、こういった、まあ、ブログ、分割で表示することができると。で、分割できる AI ボックスは結構いろいろあるんですけれども、これは何がいいかというと、やはりこう操作性に優れてるっていうところです。やっぱこういうところでちゃんと直感的に、あ、ここを押せばいいんだなと。それがしっかりとわかる。で、これもう一回押すと二分割になってくれるので、わざわざどこにその機能があるんだろうなっていうことをいちいち探さなくてもいいっていうことになります。もう本当に直感的に二分割にしたいなと思ったら、パッとこう二分割に入ることができる。で、また戻りましたけども、今、これもう一回押せば、こうやってパッとこう二分割に直感的に入れることができる。まあ、そこがもうとにかく非常に使いやすいなって思うところになります。もういちいち取説とか見たくないじゃないですか。まあ、そういった時に特に見なくても、このような形で操作ができると。まあ、いうところ、非常にそこが使いやすいなって思うところになります。まあ、そういった二分割形式になっているっていうのが、4番目の注目できるポイントになってくるかと思います。はい。で、次5番目になります。5番目は、一度、動画を流します。で、さらに、こちら今、
TF カード入れておりまして、まあ、例えばドライブレコーダーでもいいんですけれども、まあ、私の車内の動画にしようと思うんですけれど、で、これ、止まっちゃうんですけれども、はい。これ、もう一回タップしてあげれば、動画も再生できるし、こちら、TF カードの動画も再生できる。まあ、同時再生ができると、まあ、いうことになります。まあ、こういったところも非常に使いやすいところで、CPU の容量が高くなければ、こういった使い方というのは、できません。まあ、そこはやはりこう、スナップドラゴンの威力だというところだと思うんですけれども、このように同時再生することができる。まあ、ただこういった使い方をするケースっていうのはあまりないとは思うんですけれども、まあ、音声自体も混ざっちゃうというのがどうしてもあります。なので、まあ、こういった使い方をされる方っていうのは少ないかとは思うんですけれども、同じ、まあ、動画なんですけれども、CPU の仕事量が増えるシチュエーションのこういった表示の仕方であっても、まあ、同時で使えるということになります。まあ、本来でしたら、まあ、動画を見るというよりは、まあ、マップを見ながら、まあ、動画を視聴するとか、まあ、やはりこの動画を見たいということで、で、この動画を出して、で、マップを映すということで、注目ポイントいろいろあるんですけれども、最後にご紹介するのはこちらになります。まあ、この機種の特徴と言ってもいいとは思うんですけれども、一つのこの画面に、このすべてのこうアプリが表示されると、まあいうことになります。こう下にこれついてるんですけど、特にこれもうできなくて、これ一つの画面にこれだけのすべてのアプリが表示されるということで、U2 プラスと、まあ同じこれハード OS なのかもしれないんですけれども、まあ非常にこれがさりげなく使いやすくて、私もすごく気に入っておりまして、いちいちこういうふうに、なんかと、こういう風にして探すのが結構めんどくさかったりします。だったら、もうこの一つに集約してしまった方が使いやすいよねって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、画面を一つにこう集約させてアプリをいろいろ使ってみるということで、使いやすさに磨きをかけた商品というのが、まあ今回こちらのレッドマップル。今多くの AI ボックスが販売されている中で、最も使いやすいスマートに使える AI ボックスではないかなというふうに今回お伝えできるかと思います。はい。ということで今回はこちらのレッドマップルからリリースされておりますカープレイ AI ボックス。こちらの注目ポイント。私が非常にいいなと思った注目ポイントについてご紹介をさせていただきました。商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方ご覧になってみてください。当チャンネルではこういったガジェット系のレビューを行っておりますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。